してもね、男性はね、あの女性を自分の愛をね、ちゃんと理解してくださいねっていうふうに、まあ、ものすごくこう文句してらっしゃるんですけれども、まあ、この歌詞作られたのは松井五郎さんであってね、玉木さんではないんですけれども、おそらく松井五郎さん、玉木さんが誰かということを、ちゃんと理解して、この歌を作られたのであろうことがね、わかりますけれども、ちょっとね、それ説明が難しいので、ちょっと違うところから説明しましょう。ですね、人間には可能性ということがあります。玉木さんが持つ可能性というものがあります。玉木さんという方がね、どんな方か私はちょっと知らないんですけれども、玉木さんのいろんな面のうち、こういう、最高の玉木さんの面が表現された形っていうのが、多分こういう、愛の形なのであろうというふうに、松井五郎さんが考えられたのかなというふうに思います。その可能性っていうのはね、さっきの空き缶の例で説明させていただきますと、こう一体的に見るとへっこんだ空き缶でも、一つ一つ見ると違う形をしている。でこの中で最高の可能性、この3つの丸ですよね、これがへこんだ空き缶ではないというふうに、見せかけるには、こう、こっちから取ればいいですよね。こう、こうやって取れば。へこんでるってことはバレません。まあ、ちょっとはバレるかもしれないけど。で、写真撮るときね、皆さんの顔を作ってね、一番いい角度で撮られたりするかと思いますけど、まあ、風景とかも、夕暮れのね、一番綺麗な光がこう入るような撮り方をされるかと思いますけれども、松井五郎さん、玉木さんをこうやって立体的に見た結果、この一番いい形を歌にしようと、おそらく考えて作られたのかなというふうに思います。つまり松井五郎さんは玉木さんを愛していらっしゃるということですね。まあね、こういう愛の歌を完璧にね、こう作ってくれるってことは、まあ、松井さん、愛とは何かをね、完全にご理解していらっしゃるんでしょう。まあ、松井さんのね、歌詞、何個か見たことありますけども、もうどれも無駄なこと一個もなく、完璧にこう、愛とは何かとかね、人間はなんで生きてるのかとか、生きるということはね、どういうことなのかというところを結構こうビシッとね、無駄なく美しく、分かりやすく書かれていらっしゃる。それを見るにね、玉木さんのこともちゃんとこのね、これ出てくる男性の方が自分のことをちゃんと見てほしいなっていうふうに思うように松井さんは見られ、そしてこれも表現された。つまり、ですね、本日のお題、玉木さんは何でしたっけ？玉木さんは、愛何でしたっけ？愛を愛していらっしゃるの、愛、玉木さん愛があるのか？という話でしたっけ、あるかどうかは私には分からないですけれども、少なくとも松井さんから見た玉木さんの
番いい形、何かを愛するという形は、おそらくこの女性というものをこの、ね、相手を見ない、フラフラする、集中しないって女性の方に、そういう方を見守るような、おそらく男性でいらっしゃるだろうという。これね、男性でもいろんな愛の形ありますからね。こう、なんですかね。待つのが得意な方もいらっしゃれば、自分で動かしていくのが得意な方もいらっしゃいますし、なんだろう。まあ、いろんな方いらっしゃいますね。その中で、玉木さんのこういうタイプの話題をあろうという、一番いい形を、表現されたということですね。以上です。ありがとうございます。わずか会話にも二人同じ時を感じてる。言葉にはハマらないよ。パズル。